ジョン・ジョナ・サン・ビンセント・ボイトはアメリカ合衆国の俳優。1969年に出演した真夜中のカーボーイで知名度を上げ、1978年の気境でアカデミー主演男優賞を受賞、現在までベテラン俳優として活躍している。他にハリウッドでは少数派の共和党支持者としても著名である。前妻は女優ラウリ・ピータース、5妻は 女優ミシェリーヌ、ベルトラン、長女は女優アンジェリーナ・ジョリー、長男は俳優ジェームズ・ヘイブンという役者一家であるほか、父、エルマー・ボイトはプロゴルファー、兄のバディ・ボイトは地質学者、弟のジェームズ・ウェズレー・ボイトは歌手、作詞家としてそれぞれ知られている。1938年12月29日、ニューヨーク州ヨンカーズ出身にプロゴルファーである。 エルマー・ボイトの次男として生まれる。ボイト家は、スロバキア系アメリカ人の家系であり、祖父の代に、スロバキアからアメリカへ移民している。また母、バルバラを通じて、ドイツ系アメリカ人とオランダ系アメリカ人の血も、引いている。兄に、火山学の研究者として、ペンシルベニア州立大学教授を務めたバリー・ボイト、弟にチップ・テイラーの芸名で活動する歌手。 作詞家のジェームズ・ウェズレー・ボイトがいる。ボイト家は宗教面ではキリスト教に属していたが、プロテスタントではなくローマ・カトリックであった。自身もカトリック系のアーチビショップ・ステピナツ、ハイスクールに入学し、さらに卒業後はワシントン DC に移住してアメリカカトリック大学に進学している。大学では美学を専攻していたが、シェイクスピアの 夏の夜の夢の舞台に出演したことを契機に役者を志すようになった。大学卒業後、ニューヨークに戻って演出や舞台美術を勉強し、また役者としてオフブロードウェイやブロードウェイの舞台に立つ日々を送った。1962年、役者仲間であった女優ラウディ・ピータースと結婚するが、長くは続かず5年後に離婚している。1967年に制作された。 赤石と決闘で29歳にして映画初出演を果たした。映画俳優としてのデビューは遅かったが舞台で培った確かな演技力から評価を受け、1969年に真夜中のカーボーイで田舎から出てきた地殺し坊の青年を演じて注目されている。1971年、女優ミシェリーヌ・ベルトランと再婚して、長男ジェームズ・ヘイブン・ボイと、 少女アンジェリーナ・ジョリー・ボイトの一男一女を設けているが、やはり数年後に離婚している。二人はそれぞれジェームズ・ヘイブン、アンジェリーナ・ジョリーの名義で両親と同じ役者の道を選んでいる。1978年、気郷でアカデミー主演団優勝と、カンヌ国際映画祭団優勝を受賞し、人気俳優の仲間入りを果たした。その後も1985年の、 暴走機関車でゴールデングローブ賞を受賞するなど演技派俳優として活躍している。一方で役や作品をあまり選ばないためか、アナコンダのような映画に出演して評論家の不況を買い、ゴールデンラズベリー賞主演団優勝にノミネートされてしまったこともあり、助演団優勝でもしばしばノミネートの対象にされている。近年はドラマ作品での活躍が多く、 2009年には大人気作品である 24-24- 24にジョナス・ホッチス役で出演している。2013年ドラマ例ノバン・ザ・フィクサーで主人公の父ミッキー・ドノバン役を演じ3度目のゴールデングローブ賞を受賞した。ありがとうございます。